日本のほぼ中央に位置する愛知県内において最も広い面積を持つ豊田市。市の面積の約7割を森林が占める自然豊かな町です。豊田市は古くから養蚕、製糸業などものづくりが盛んな町でした。昭和に入り、新たな産業の振興に向けて自動車工場を誘致しました。それ以来、豊田市は自動車産業をはじめとした製造業の盛んな町として発展してきました。ものづくりの技術や精神は現在も脈々と受け継がれています。豊田市にはまだまだ知ってほしい魅力がたくさんあります。豊田市は環境先進都市として低炭素社会の実現に向けた町づくりに取り組んでいます。トヨタエコフルタウンは暮らしや交通、産業などの最先端の環境技術を見て体験できる施設です。車の街としてのイメージが強い豊田市ですが、魅力ある観光地もたくさんあります。約4000本のもみじが美しく紅葉する紅蘭渓。桜と紅葉のコントラストを楽しむことができる小原の四季桜。豊田市では四季折々の美しい景色を楽しむことができます。また歴史情緒たっぷりの足助の古い町並み。徳川家康の始祖である松平氏発祥の地もここ豊田市にあります。豊田市には感動を生み出す場所がたくさんあります。豊田市を流れる矢作川、この清水の恩恵によっておいしいトヨタの食を楽しむことができます。豊田市を代表する農産物の桃や梨、地元で生まれ地元で食す、トヨタのおいしい地産地食グルメをぜひ堪能してみてください。見る人すべてを雅の世界に引き込む能楽堂。重厚な雰囲気のパイプオルガンが印象的なコンサートホール。美しい建物と近現代の名作を楽しむことができる豊田市美術館。球技専用競技場として国内最大級の規模を誇る豊田スタジアム。
々の笑顔があふれるトヨタおいでん祭り。ぜひこの街の熱気と活気を体験してみてください。そして特別な時を過ごしてください。知らなかったトヨタ市があなたを待っています。